新規参加勢仮免会場通知するか。新規参加勢前、新規参加勢前。ジンチャンネルいないよ。ジンチャンネルとセナタロはいない。3ヶ月、ちょっと待って、もう3ヶ月経ったの？マジ？3ヶ月、嘘、もうそんな経ってる。何月何日？3月6日。時の流れじゃないこれ。怖、時の流れ。マイクお前セナタロのやつ被るか。じゃあマイクお前セナタロの被ってて、お前バランスにも程がある。一人ずつ言わずしていこう。うわ、こんなたくさんいたの？元はといえば。うわぁ、マジか。バツ、バツ、バツ。ガムボール君、あなたはバンされました。あなたは終わりです。さよなら。サンフラワー君、あなたもバンにされました。いや、違う、あなたはバンじゃないんだ。あなたは自主的に辞めたんだ。脱法大社みたいなことしたんだね、なんかこう。懲戒解雇じゃないね。バンだと梱包になるから。危ねえなぁ、手に書き。次。ゴッホはね、もしかしたらね、まぁ、ちょっとかわいそうだったかなって気もしなくもない。ちゃんともうちょっと教育してもよかったかもしれん。いや、復活はないけど、もうちょっとね、教えてあげるべきだったのか？あれを見続けるのは苦しいよ。いや、なんかわかる。延命措置に近いが、もうちょっとじゃあ悪い言い方をすると、まだ擦れたっていう。まだ擦れた気がする。もうちょっと拙速だったような気がする。まだ擦れた。過敏になりすぎた感はあるよね。そうそうそう。もしかしたらこう、つつけばまた違う味が出るかもしれなかったけど、有無を言わさず成敗みたいな。まあこの状態だからこそ思うのかもしれないけど、もうちょっと吸ってもよかったなぁ。なんだこの飴辛いっていう状態からだったから、ちょっとパッて入っちゃったっていう、ちょっとかわいそうなことしたなって今思えば、まあ先に切る方が優しかったんだけど、難しいよね。先に切る優しさなのか、成人していてあんな感じだったらちょっと怖い気がするけど、それもこの界隈か。ジンさんも成人してますが、コウタンさん成人してますけど、ノロノロさん、まだあなたは理解していない。この界隈はコウタンが成人している界隈ですよ。僕20歳今年21だよね、こういう界隈なんです。だから、通用しません。もうそういう概念はない。グロい。普通にお願いだから選挙に行かないでほしい。同じ1票だしね、コウタンも。コウタンもウマヅラハギも同じ1票です。よくわからないから親に言われたやつ入れるわ。最悪。もう最悪すぎ。もう終わりや。ということで次は、オオカミ。もうちょっと自分出してもいいと思うな。やだ。いや、今のところ、やだだけじゃん。今のところ、その自分を出したのが。メガパンクの配信。じゃあ、何それ。何の話なんだろうね、一体。いきなりすぎる。現在、時刻月曜日0時15分。すごいな、一瞬だな。参加税ロールもらうまでおとなしくしようかなって。もう参加税でもいい気もするけどな、じゃあ。狼は参加税ロールでも大丈夫な感じしない？少なも、ちゃったし。ヒロアカはあと3話で終わるらしい。じゃあ、ちょっと狼、参加税ロール。まあ、もう問題ないんだろう。ジェネリック鈴木みたいな。わかる？ちょっとこう、まだ経験値がないバージョン鈴木みたいな感じがする。マイクロ雑誌は一掃しなくて、一掃します、一掃します。ちょっと一掃しないとまずい内容多分たくさんあるんで。近況と摩擦、まあ、ちょっと一掃しといてほしいです。あと、ジャンプ速報。ジャンプ速報とかあったっけ？俺知らないんだけど、ドラゴン速報やな。それ多分。ジャンプ速報じゃなくて、ドラクラでドラゴン出た時の話やな、それは。次は、ジン。賞味無限店舗かもしれん。なんで？いや、ちょっと怖い。まだ。かなり怖さがね、あるからね。ちょっと厳しいかもしれん。そして、ジョグジョグ、DM 来ました。ちょうど今 PC を親に取られました。助けてください。お前も店舗です。はい。お前も店舗やな。親に取られたってことは、そりゃ当たり前やな。知能低すぎやな。親に取られるのは悪い。まあ、ジョグちょっとまだなんかわかんないよな。まあ、タクは多分動物組預かりになってるから、まあ大丈夫かな。っていう。あとね、なんか、イニンがよろしく言っといてって言ってた。イニンが面白いやつって言ってた。なんか、タクがいてびっくりしたって言ってたよ。なんか、タクめっちゃ面白い。タクは建築 PVP 忘れ全部うまいんだけど、ハムが最強すぎて介護官になってる。あー、なるほどね。VC 面白いのに陰気だからつけない。ちょっと、VC 使ってもうちょっと頑張ってほしいな。まあ、参加税でいいのかな。参加税ロールつけますか。ユー、参加税。まあ、ニトムのディスコにも入っといたら。中指はちょっと厳しかったけど、中指よりは全然面白いんじゃないんだろうか。次。真面目に、
ミスりそうだよね、なんか普通に。なんか頭が悪すぎて、なんかミスを犯しそう。確かに摩擦だったらとんでもなかったよね、画面今日。確かに摩擦見えてたらとんでもなかったよ、マジで。中指ね、初動すごい良かったんだよね。あ、初動滑り出し最高だったんだけど、なんかどん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 こう、ね、あと怒られてスタンプ返信。怒られてスタンプでグッドみたいな、ビーっていう返信だけするみたいな。確かになんかサンフラワーとセットだったよな、なんか。まあ確かにサンフとバーターだったし、中指はちょっとサンフいないと厳しいのかもね。また他に戻るか。金がないです。まあそれだったらまあなんか、すげーとかすげーやばとかね、まあ何でもあるし。サンフ来るまで店舗にしよう。まあ確かに、それあり。ハゲネズミ。サンフが帰ってきたら参加税になるけど、それまでは店舗みたいな。サンフ、俺は店舗でいつまでも待ってるぜ。サーフの動きに縛られるの普通に地獄。まあでもしょうがないよね。本人に能力がまあないから。中身なんか面白いことした？リリー中身なんか面白いことした？意味ある？今アイス食べてるから無理。うん、まあないって。つまり。喋り方は面白いんだけどなぁ。なんか。なんか VC するともなんか化身と似てない？なんかちょっと。ちょっと化身っぽくない？わかる？言ってること。なんか中指って化身と似てるよね。なんかちょっと。VC だと面白いけど、チャットだとろくに話せんみたいな。店舗、まだ店舗、お前は。まだお前には足りなさすぎる。まだお前は参加制になれない。次、マイクじゃない、マイクじゃない、お前は。お前、セナ太郎。セナ太郎は、まあ、大丈夫だろ。いろいろ不安な要素はあるが、まあまあ、大丈夫だろ。とりあえず、一旦大丈夫ってことにしよう。もう活躍もしてるし。いや、女当たりだったな、今回。マジで。今回は当たりだったな、女。それ今ちょっとドキドキした？今回は私の時ってダメだったのかなみたいな、ちょっとドキドキしてた？シラソル、今の言い方。シラソル、もう大当たりだよ、シラソル。シラソル、編集者の間でシラソルめっちゃいいって言われてるから、シラソル評判めっちゃ高いよ。ちなみに、編集者の中で。おもんないよ。だからそういうのがいいんだって。妙な事故をなんかこう下げるみたいな、自己肯定感のなさがちょっと面白いから。次、ヌイ。ヌイも OK かな。うん、ヌイはね、ダメン預かりだから、まあ、大丈夫でしょ。悪さしないでしょ、ヌイは多分。ゲームもうまいし、ヌイはオッケー。なんのあれもないわ。僕、後世だけどどう？うん、後世もオッケー。後世はね、正直ね、入ってね、1週間でもう参加ゼロールつけてもよかった。賞味。他がいるから足並み合わせただけで、もう入って1週間で参加ゼロールでもオッケー。入る前から参加税だったようなもんだし、全然なんか違和感はないね。後世アマースもっと入れたからニートルも参加できるって意気込んでた。ただね、後世の OBS ね、ガッビガビで画質終わってたから、OBS なんとかしてほしいかも。後世録画ガビガビで、30分撮ってんのに 70MB ぐらいしかなくて、後世のなんかデータ。本当は 1GB ぐらいあるのに、後世なんかデータ鬼のように軽くて、もう、なんかほぼ紙芝居みたいな、すごいことになってるファイルがあって、ちょっとそこだけね、なんとかしてほしいなっていう。まあ、大丈夫だね。参加者に当てるともう一回言ってほしい。モモカミ、タク、てか消去法の方が早いかも。ジン、中指、ジョグジョグ以外全員。消去法、ジョグはまあ運が悪かった。ジンはちょっと怖い。中指は単純に能力不足。じゃあ次はあれかな。出ていく方かな。アルボンと、ハゲネズミと、あとは？あ、誰だっけ？まあ、ハゲネズミとアルゴン。でもなんか安心せそうだよな、アルゴン。これテンポに本当にするか、アルゴンあたり。一旦ちょっと焦らせる、慌てさせるか、ちょっと。ねえ、なんか危機感持たせてもいいの。なんかさ、なんかいつものお決まりみたいになってきてない？なんか。隠れていればいいと思ってそう。確かに。ああ、はいはい、テンポテンポ。まあでもそんなアルゴンでもいなくなったら寂しくなるもんで。そうでもないか。それはない。そっか。そうか。一時期消えてたけど影響なかった。あれ消えてたっけ？トツキいなかった時、かけらも話題出なかっただろう。確かに。確かアルゴいなかったんだ。誰も知らなかった。初耳なんだけど、アルゴっていなかった時期あったんだ。カエルくんが驚いてる。いなかったのってカエルくんがびっくりしてるって相当だよ。1ヶ月バンされても気づかない説。実際気づかなかったしな。確かに視聴者がアルゴ最近どうしたって言うまでバンするのどう？それどうかな？絶対復活できるじゃん。アルゴン最近どうなったのっていうツイートが発生したら、アルゴン復活みたいな。あ、ちなみに2024年6月3日以降なかんだ意味ないよ、それ。実質 A 版。言うてアルゴンガチ恋勢いるから。なんで？確かに。欲しいもの結構買ってもらってるよな。サブワガでツイコールを募集してるしな。将軍、マジかよ。やっぱこう、動向をね、見てるんだな。やっぱいろんな人の。アルゴンって鍵垢あるよね。え？鍵垢？え？まさか。そんなはずないだろう。
何言ってんだよ、そんなはずないだろ。なあ、アルゴン、まさか。ねえ、あ、アルゴン、アルゴン、あります。あ、アルゴン、そんな嘘だろ。まあ、いや、コノさん、リアーカの話持ち出すのはさすがにセコいって。リアルの人しかフォローしてないリアーカの話を出すのはセコいよ、やっぱり。さすがにそれは違くない？ねえ、あ、アルゴン、そうなんだよな、リアーカだよな、リアルのアカウントだよな。あれ、怖っ、怖い、怖い、怖い将軍。まさかそんなアカウントが。あ、貼った。あ、いや、え、でもなんかパッと見わからない、全然。まあ、リアワカじゃない、さすがに。花火の画像だよ。は、リプライ読み上げますね。このアカウントに対するリプライなんですけど、ありがとう。行けるときに行った方がいいよ。は、何のアカウントしてる？それはそうかも。フォロワー全員見せてもいいです。あー、そのなんかリアーカってこと？リアーカだから別にいいよ。ほら、リケモン。まずよくわからんキッズとか通してないし、ソシャゲのツイートばっかりしてる。これはどういう扱い？あれ？ポテ？ポロヒク通すかは気分です。あれ？スリープダーツ打ってる場合じゃないぞ、ポテチ。これ前 DM で鍵借りでいいかって聞いて、いいよって許可もらったやつ。あー、じゃあよし。どれ？どれ？で、アルゴンのも許可もらってるね。俺、ごめん、アルゴン、その、マジか。忘れてた、俺、許可出してるよな。アルゴンの DM 遡るか。許可。アルゴンも多分か、許可取ってるだろ、さすがに。あれ？もう出てこないの？さすがにね。いくらなんでも。誰かアルゴンに鈴投げて。お狐様の導きを。一旦フォロリク通せよ。あ、リケモンもフォロリク送ったんだ。リケモン。じゃあ、リケモンのフォロリク通すから、それで判断してもらうこと可能？鍵アカダメだよって話をしてて、鍵アカ作ってる事実はあったと。俺が中身を確認するから、それで判断しよう。怖っ。まあ、将軍が言うならまあ、検閲してもらって。まあちょっとリケモン待ちかな。あ、でもなんかアルゴンのイラストとか描いてくれてる人いるんだ。なんかアルゴンとリケモンのカップリングを楽しんでる人がいて、その人の名前デスガチ恋老人アンフェミ JC。 やばくない？力強いよね、名前が。名前やばくない？どういう脳みそだったらこの名前にしようって思うんだ。こっちにね。ライブちょっと怖いな。長いな、これ。アカウント初期の初期まで遡ってるよ、これ。もうなんかパッと見て、うん、大丈夫そうだねとかじゃなくて、もう完全に調べられてるでしょ、これ。これ、徹底に掘ってるだろ、これ。実際、リケモさん、アリバイを作ってアルゴンを許す流れを作るのかと思ってたけど、実際はガチで殺しに行ってる。いや、リケモそういうことしないでしょ。リケモは殺すよ、多分。間違いなく。誰だろうと確実に殺すと思う。なんか別の話でもする？検閲してる間に。ソロのヤナーちゃんをバンして、ヤナー君を解放してあげませんか？多重人格に謝って主人格は何も成長してません。いや、なんか、俺ヤナーはね、ちょっと無理だ。救えないような気がする。ヤナーは救える感じしない。え、めっちゃこれ、悪口になるかな。なんかさ、ヤナって怠惰じゃない？若干ちょっと違くない？なんかコウタンとかナッシーとかって別に怠惰じゃないんだよ。特にナッシーとか、ナッシー全然怠惰じゃないんだよ。だからまだ可能性があるんだよ。ナッシーはイカれてるだけで、コウタンも頭が多少イカれてるだけで怠惰じゃないから、なんかこう訓練でどうにかなるはずなのよ。でもヤナって怠惰だから、でも訓練できないんだよね。だって意欲がないやつがなんでプリテンダーとか歌ってんの？いや、なんかずっと恋愛ソング歌うんだよ。なんかコテコテ恋愛ソング歌いながら、ちょっと感動してうわーみたいな気持ちになってる顔つきしてんのよ。なんか、え、ちょっと待て、お前経験したことないやん。待てと、経験したことないのになんでお前感動しとんねん。なんかお前、あー、こんな頃も青春あるよなーみたいな顔しながら歌ってるけど、お前ないだろ経験って。そう、なんかやりきった感出すんだよね、なんか歌い終わった後。君は綺麗だーって言った後、めっちゃやったなーみたいな、歌い切ったーみたいな顔して、なんかこう、君誰で、リケモどうなった？で、リケモどうよ。基本的にロルト配信者の話題だけ、あとわけわからん顔写真上げてる。あの、別にあの、わけわからんっていう言葉必要だった？別にわけわからん顔してるみたいな。なんか変な罵倒じゃんそれ。わけはわかるだろ別に顔なんだから。いや、アルゴンなんか人に顔写真送ってきたがるよね。なんか俺にも顔写真送ってくんだよね、なんかたまに。自撮り上げるのは意味わからんだろ。確かに。でもまあ、リケモもほぼ自撮りみたいなもんだけどね、リケモのアイコンこれ。ほぼ自撮りだけどね、もう自撮り上げるのは意味わからんだろって言ったけど、もうこれ自撮りだよね、でも。ほぼ。よし。まあ、一旦こんなもんにするか。降格はしない？
いやいやいや、許そうよ。寛大な気持ちで。ねえ、そんな。かわいそうじゃん。これ、あれです。暴発待ちです、これ。調子に乗って暴発する待ち。かわいそうだしね。ちょっと様子をね、見て。まあ、これに許される事例作っておくべきだな。許すべきです、皆さん。あ、まだ俺大丈夫なんだ。はい、GG。